おはろくたんです。はい、今回はですね、タイトルとサムネイル見てもらったら分かると思うんですけども、 MSMC のね、最強カスも皆さんに紹介していきたいなと思います。では早速ロードアウトからカーン・スミス、バレル OWC レンジャー、ストックストックなし、パーク早技、レーザー OWC レーザータクティカル、弾薬36ラウンド拡張マガジンとなっております。はい、 MSMC はね、結構まあこれ個人的に銃声がね、個人的に結構好きで、まあ普段だったらね、こういうモノリシックサプレッサーとかつけるんですけども、まあ MSMC はね、サプレッサーをなしで、はい、自分はカスタムを組んでおります。で、まあ弾薬はね、36ラウンド拡張マガジンで、 MSMC ね、練習速度の方を見てもらったら分かると思うんですけども、92とかなりね、練習速度が速くて、36発のね、マガジンが結構ね、早くなくなってしまうんですよ。なのでまあ結構弾管理とかも難しいんですけども、パークのね、早技をつけてあげることでリロード速度をね、速くしてあげて、敵がね、2枚3枚と来ても対応できるようになっております。今回ですね、こちらの最強カスタムを使って、この後レジェ対ランクマッチのプレイ図を見ていただきたいと思います。まあ、MSMC のね、もう強さが光った、もうとてもね、素晴らしい試合となっておりますのでね、ぜひそちらの方も最後まで見ていってください。そちらの映像を映る前にね、チャンネル登録まだの方はぜひマーチにチャンネル登録、動画の高評価してもらえたら嬉しいです。コメントのもたくさんお待ちしております。ということで、どうぞ。初心者向けなのは正直ビゾンとか、ビゾンおすすめ。反動マジでないから、反動ないし、レベル早いし、弾数多いからビゾンおすすめで、まあそれなりに強くて、今の環境でも全然戦えるからビゾンいいと思う。だって正直タイプとかさ、使いやすくなったあれでしょ。前もっと難しかったんですよ。これはもうね、慣れてるね。うわー、リロードさせて普通使ってすいませんでした。ああ大丈夫ですよ、全然気にしないんで、僕はそんなスライクは使えばいいと思ってます。やべ、頑張ったお願いお願いあーお願い、何のお願いってことなんだけど、何のお願いなんだろう。とりあえずお願いだよ。とりあえずお願いしときゃどうにかなる。あやられた。MSMC弾がないって、それは弾がないって。やべ、やっちった。なんか君敵だよね。ああ、なんでこんな周りに敵が来てんだ。敵に疲れてる。
あー、そっちからか。まあ、ネックかな、これはもう。無理、足が速いよ。レレレが。ナイス。わあ、上にもいるのか。びっくりした。どうしよっかな、これもう寝くのがいいよな。あー、やべ、無理っていう時は大体いける。トロフィー置いてあるからもういるな、これ。ポイント来てくんねえかな、味方やばい。そこで負けた。耐えます、頑張って耐えます。味方合流するまで。ナイス。OK。 この頭が強いよ。ポイント入っておいてもらって、自分がクリリックがないんで。わあ、やばい、裏から入ってきたのか。椅子かぶってる。リロードイン。エネミーインサイト。やばい、鬼がバッタ。中固めよう。やばい、オービタルが来てる。死にたくない、やだー。ナイス。いや、いいね。やっぱ近距離の時は MSMC ピカイチだわ。気持ちいい使ってね。さあ MVP 使う。いいね、しんどけ。最後のオフィタル怖かったな。俺このじりじり追い詰められる感が危なかった。めっちゃ怖かった。よし、4600スコア。これが MSMCI のパワー。なんか解放された。34キル、 GG。 6ターン、みんなの6ターン、6ターンターン、SMGの名刺6ターン、ターン、ターン。